中山競馬場で行われた第3レースにおいて馬名が注目を浴びる出来事が起こりましたその名も大谷さんこの馬が初出走しその名前が競馬ファンだけでなくネット上でも大きな話題を呼びましたキング騎手を背にして期待に応えるかのように中山競馬場を駆け抜けた大谷さんのレースについて鮮やかな舞台裏をひも解いてみましょう大谷さんは その名前だけでななく競争馬としてても独特な存在感を放っています初出走にもかかわらず急勝を挙げたイギリスの名手キング騎手を蔵城に据え16頭立ての3番人気に押されました期待の星として登場した大谷さんは道中では中段からやや後方に位置し508キロの雄大な馬体から見事な末足を披露しました 上がり37秒1の末足を駆使し、勝利への執念を見せましたが惜しくも5着に敗れましたそのレースでの大谷さんの活躍は単なるレース結果以上のものでしたネット上では彼の名前やレース中の実況に関するトークがトレンド入りし多くの人々が彼に注目しました特に大谷さんの名前を実況する際の 外国人風の独特なイントネーションが話題となり、ユーモラスな空気を演出しました。実況の声が会場にほのぼのとした雰囲気をもたらし、競馬ファンを楽しませました。ネット上の反応を見る限り、大谷さんは競走馬としてだけでなく、その名前や実況のトークにおいても大きな魅力を放っています。彼の出走は単なるレースだけでなく、競馬ファンやネットユーザーにとって、 楽しいエンターテインメントの一端となったことは間違いありません。競馬界にとって、稀有な存在となった大谷さん。彼の今後の活躍にますます期待が高まりますが、その名前や姿勢がファンの心を捉え続けることは間違いありません。彼の独自の魅力が、競馬界に新たな風を巻き起こすことでしょう。中山競馬場に刻まれた大谷さんの足跡は、 単なるレースの記録だけでなく競馬ファンにとって特別な思い出として刻まれることでしょう彼の名前が今後も競馬ファンの間で語り継がれ永遠の輝きを放つことは間違いありません大谷さんという名前が持つ魅力は競走馬としてのみならずその名前がもたらすユニークな雰囲気や実況のトークなど多岐にわたります彼の出走が競馬界に新たな息吹をもたらし 多くのファンを魅了しし続けることでしょう中山競馬での「大谷さん」の初出走は単なるレースの一場面にとどまりませんでした彼の名前や活躍に対するネット上の反応が競馬ファンの間で大きな話題となり彼の魅力をさらに広めました競馬界に新たな風を巻き起こす「大谷さん」の存在は今後も注目され続けることでしょう